愛知県津島市天皇川公園内にある米野口蔵、野口米次郎は明治、大正、昭和前期の英詩人、小説家、評論家、俳句研究者、海外の文芸市長の紹介に携わり、また海外に日本文化を紹介した、イサム野口の父親、内田ロアンからノーベル文学賞の受賞を待望され、太平洋戦争には協力的であった。 ザ・アメリカン・ダイアリー・オブ・エイジャパニーズガール現地出版愛知県天ー郡、津島町を生まれ、雑貨店を営む父、伝票へ、母、旧己の四、男として生まれた。先祖は、現地足加賀系の武士である。10歳で英語を学び始める。1888年聖火を離れ、名古屋で英学を学び、ユニオン第四特本、スマイル図書、自助論を学ぶ。 1889年愛知県人城中学校に入学し、ザ・セカンド・ナショナル特本を学ぶも、1890年2月、退学し、四日市から回路で上京、おじである、宇海王春を小ょ居急遽である芝、増上寺の通元院に寄附し、後現在の銀座にあたる京橋にあった、長兄野口秀之助の知人である、磯町宅に寄附。ここより、 私立中学校であった、神田駿河台の英語塾生立学者に通い、マコーリーの暗い部教を学ぶ。高等学校進学を検討したが数学を嫌って、1891年、慶應義塾大学部分学科に入学。ハーバート・スペンサーの教育論や、トーマス・カーライルの英雄数廃論の講義を聞いたが、通学を好まず。ワシントン・アービングのスケッチブック、 オリバー・ゴールド・スミスの詩集、カンソン・リョウ及びトマス・グレイの詩集から大きな影響を受け、それらの翻訳も試みた。その他、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェロー、エドガー・アーラン・ポーなどの文学本を読みふける。また、俳句や禅にも興味を抱き、1892年には芝山内の企画堂英気を訪ねた。1893年に芝の地理学者、 滋賀重げたかの家に学木として寄しく、滋賀がに来客した菅原伝えが北米事情を語るのを臨室で聞き、渡米を決意してパスポートカフを申請し、慶応義塾を中退する。11月3日に横浜から非戦ベルジック号で渡米し、11月20日にサンフランシスコに到着した。法事新聞の配達を行う。1894年。 日本の基本画の販売に従事する。徒歩でサンフランシスコからパロアルトに赴き、スタンフォード大学で予備校の学木をしながら授業を受け、この頃、エドガー・アーラン・ポーの詩集に親しむ。1895年サンフランシスコに戻り、現地の日本アザ新聞社で編集及び配達を行う。日清戦争下の当時、日本軍の商法に興味を持ち、かつアメリカ人が 日本事情に無知であることを知る。4月、オークランドの山荘に住む詩人、ホワキン・ミラーを知り、ミラーの行為により、壮大な美しい自然環境の同地に泊まり、現行整理を手伝いながら大いに学び、山荘を訪れる詩人エドウィン・マーカムやチャールス・ウアレン、スタダード・博士らとも交わる。ウォルト・ホイットマンの詩集を初めて読む。1896年に、最初の自作詞5編が、 ジェリット・バージェスの雑誌、ラークに掲載され、その編集観光者であるジェリット・バージェスと、ポーター・ガーネットと進行を結ぶ。12月に、同社からエブン第一詩集の、シーンアンシーンが観光され公表を受ける。1897年に、ヨセミテ国立公園を訪れ、大幕府に感動して1週間現地に滞在してから、戻り、第2詩集、ザ・ボイス・オブ・ザ・バレエを観光。 1899年の夏に、シカゴに入り、イブニングポスト夕刊新聞の寄稿者となる。数ヶ月滞在の後、ニューヨークに出て、アメリカ人の家に寄宿して、作家で教師のレオニー・ギルモアと出会い、ボーイとして働く。1901年に、ザアメリカンダイアリーオブエージャパニーズガールを匿名で書く。その続編、ザアメリカンレターズオブ エージャパニーズパーラーメイドの出版資金で、ロンドンに渡る。1902年11月20日ロンドンに到着。旧友である画家、牧野義雄に再会し、ブリキストーン街の下宿に同宿した。1903年1月には慈悲により、フロムザインスタンシーを、ロンドンの出版社から観光して、非常な好評を呼び、アーサー・シモンズ、ウィリアム・バトラー・イエーツ。 ウィリアム・マイケル・ロス・セッチ等分断人の地遇を得る。3月、同志州の増歩拡大版を出す。5月、ボストンに帰る。翌1904年に、日露戦争の報道を目的として、ニューヨーク・イブニング・ペーパー、グローブ社の日本通信員として9月に帰国する。貴重第1夜は、日本橋の時計、高木藤太郎邸で過ごす。11月より3話に、 野口雄馬総長の藤沢城工事に寄遇する。12月に貴重の木を春陽堂より観光。1905年4月に慶応義塾の昇平により文学部英文化の主任教授に就任。11月に東京市小石川区久方町に借屋をして移り住み、英文の散文集、ザサマークラウドを発表。12月、上海旅行。 1906年1月下旬、上海より帰国。久方町の家の女中だった、武田松子と結婚。この年、国際的な詩人の会、あやめ会を結成。6月1日の口は、あやめ会編集主任の立場で、同会の第一詩集、あやめ草を、助産堂より出版する。11月より1908年にかけて、ほぼ毎週ジャパンタイムズの文芸批評コラム欄を、 担当する。12月19日、あやめ会の第二詩集、豊旗雲を桜書房より出版。しかし、会員間の揉め事が原因で、あやめ会を解散する。1907年、レオニー・ギルモアと、レオニーとの間にできた息子であり後に彫刻家となる、イサム・ノグチが2月7日、サンフランシスコ発アメリカ岸で3月3日、横浜に到着。久方町で、 レオニー、イサムが同居する。5月東京を離れて、鎌倉円学寺蔵六案に入る。英訳、百人一首を、早稲田文学5月から8月号に掲載する。初週、明賀谷に移転。同年、武田松子が、長女123を出産。1908年、7月明賀谷から、牛込国西五県庁に移転。再度、書斎を、円学寺蔵六案に持つ。 1909年、レオニーとイサムは大森に転居、公に別居。1910年、マツコは長男春、男を出産。1913年、東京都中野区東中野に、新築転居。8月、父死去。10月に、オックスフォード大学の招きにより、離日、マルセイユ、パリを経て、ロンドンに12月20日に到着。翌1914年1月29日。 オックスフォード大学の講師として、松尾場賞の徘徊について、英語で講演を行う。講演集、日本史カロンをロンドンで出版し、ジョージ・バーナード賞、ハーバート・ジョージ・ウェルズ、エドワード・カーペンター等多くの文人と会談。また、開催中であった、ウィリアム・ブレイクの展覧会を見る。4月に、パリで、島崎・トーソンと会い10日間同宿する。 その後ロンドンに戻り、ベルリンからモスクワを経て、シベリア鉄道で6月に帰国。1919年6月に岩波書店より、六大吹き予戒紙を観光した後、10月14日、渡米。スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校、シカゴ大学、ユタ大学など、アメリカ全土を公園旅行し、さらにカナダのトロント大学なども訪れた。また、 ニューヨークにてイエッツに再会する。1920年3月母死去。4月米国より帰国。12月事情者法死去。1921年に最初の日本の詩集、二重国籍者の歌を観光したのを皮切りに詩集を次々と発表し、1925年には場所論を観光し、日本の歌や詩、浮世絵についての評論執筆が多くなる。 1926年、シワ会の帰還し、日本詩人5月号が、野口米次郎記念、校として観光され、50歳の誕生を祝賀される。1935年からは、アジア研究にも傾倒し始め、10月に、インドの各州立大学での講演旅行のため、10月16日、神戸を出版する。上海では10月21日、路人と会談。長く、インドに滞在し、 カルカッタ、ダージリン、タイガーヒル、ブダガヤ、アグラ、ボンベイ、アジャンタと移動。10月29日サンティニュケタンのタゴールケパク。10月31日ガンジーと会見。1936年1月4日、詩人サロジにナイズと会う。他に、ダンスビハーリー・ボースラと深く交わり。この頃から、東アジアにおける日本の立場に対する理解を国際社会に求めた。 2月7日コロンボ発、帰国。ガンジーと語るを東方公論に発表。さらに、インドは語るを第一処房より観光。1938年、文芸春秋11月号にサンドタゴールにあたるを発表。1943年5月25日、NHK より高村光太郎、佐藤総之助、西条80、尾崎喜八と共に、 海と死と音楽を放送する。芸術殿、鹿伝文芸伝思い思い殿の一連の観光業績により、1944年、帝国芸術院より、第2部において、第2回帝国芸術院賞を授与された。1945年4月19日夜半の東京大空襲により、東京、東中野の自宅が全焼し、防空壕で一夜を明かし、すぐ、 茨城県有機郡豊岡村へ疎開。1947年に遺願により、豊岡で死去。茨城県豊岡で密葬された後、東中野の自宅焼け跡でテントを張って、国別式が行われた。墓所は、神奈川県藤沢市城工寺。法名は、天来院、墨高木文武旧古寺。晩年の大戦下では戦争賛美した、著実活動だったこともあり。 戦後しばらく封印された忘れられた作家であった。欧米でその業績や生涯が見直されて再評価されている。ありがとうございます。